デューマルは、アメリカ合衆国の破風形式の木造蒸気貨物船。オレゴン州ポートランドを母港とし、所有者は、アメリカ合衆国船舶委員会商船大社であった。1918年4月17日に浸水した。所女公開中の1918年10月16日、クアム沿岸で落雷に遭い、積載していた弾薬に引火、爆発し沈没した。落雷事故を受けて、 デューマルの沈没よりも前に、乗員全員が2層の救命艇と1層の救命イカダに避難した。このうち、救命イカダに避難した5人の乗員は9日後に、デューマルの沈没地点の近くで救助された。この中には、デューマルの船長、オーレ・ベレン船も含まれていた。残る2層の救命艇のうち、1層では20名、分ある座席のうち、わずか9席しか埋まっておらず、 もう一層においては逆に20名分の座席にも、かかわらず32名もの人員が乗っている状況で、約3週間もの間、太平洋をフィリピン諸島方向へと漂流し続けた。この漂流の中で、後者の32名が乗船した救命艇においては、新鮮な水が早いうちに底をつき、応急的な海水炭水化装置の作成に注力する必要に迫られた。 そして追い詰められた乗員たちは、漂流中の風雨や過酷な環境の中で死亡した、乗員の体を食する食人行為に至った。トーマス、ローウェル、ザ・レック・オブ・ザ・ズ・マル、ガーデン・シティ、ニューヨーク、ダブル・デー、ドラム・アンド、カンパニー、インク、ゴルブルック、スチュワート・ビー、ウェン・ザ・ジンクス・クルーズ・ド・ウィズ・ザ・ズ・マル、サンデー・オレゴニアン、ピアニッシモ、マガジンセクション。ありがとうございます。